はいはい、アフリカ推しのマリサです。相槌役のゆっくり霊夢よ。前回ソマリアの現状について解説したじゃん。してましたね。それがなんかソマリアの人に見つかった。しかもなんか地味に口バスしていた。な、謎すぎる。ってこともあってソマリアの人のリプやダイレクトメッセージがいっぱいついたんだけど、その中で一番面白かったのが、隣国エチオピアへの敵意だった。以前こんなツイートをしたんだよ。で、このツイートについたリプにエチオピアやろう。って返信したらなんかソマリア人のいいね爆がつき元ツイートよりもいいねがつくことになってしまった。挙句の果てにはこんなリプがつくありさまだ。どんだけエチオピアに恨みがあるんだ。ってことで今回はソマリア人がエチオピアのことを嫌いな理由について解説していこうと思う。面白そうね。早速解説お願いします。ソマリア連邦共和国。東アフリカのアフリカの角と呼ばれる地域にあり、エチオピア、ケニア、ジブチと国境を接する連邦共和制国家だ。そしてそんなソマリアのお隣にあるのがエチオピア。これまた東アフリカのアフリカの角地域に位置する連邦共和制の内陸国だ。で、今回はソマリアの人にツイッターのダイレクトメール機能で、直接ソマリア人がエチオピア人を嫌う理由について聞いてみた。生の声をお届けってわけね。まず一番最初にエチオピア人を嫌う理由について挙げたのが、ソマリア人がソマリア、ガルビードと呼んでいる土地を、エチオピアが武力で奪った歴史があるからだと。ソマリア、ガルビード？エチオピア東部の、ソマリ州のことだね。オガデン地方とも言われ、ソマリア人が多く居住しているのだけれど、19世紀末にエチオピアのメネリク2世がこの地を支配。以後エチオピアがこの地を支配し続けてきた。オガデン地方は失われたソマリアってことね。しかもエチオピアの統治はひどく、当初盛り込まれていた自治権を認めず、ソマリア人が反乱をするもんだから空軍でボコボコにして弾圧。またソマリア遊牧民の放牧地にアムハラ人農民を定住させるなど、入植を進めていった。これによってオガデンのソマリア遊牧民は、家畜を維持できなくなり、経済的に困窮していくことに。畜生エチオピア許せねえ。こうして1977年にはオガデン地方をめぐりエチオピアとソマリアは衝突。オガデン戦争が勃発する。ソマリア人を解放するぞ。ただまあ結局この戦争にソマリアは敗北。軍は反壊し、敗戦の不満により反乱が起こり、内戦へと発展した。ソマリアからしたら同胞を抑圧し、土地を奪い、挙句には敗戦に追い込まれ30年続く混乱に陥れた現況か。この時点でまあ死ぬほど印象は悪いわな。さらに1990年代初頭にソマリア内戦とエチオピア内戦がそれぞれ勃発し、指導者が交代すると、また対立が起こる。2006年、未だ内戦が続くソマリアで、イスラム法廷連合がソマリア南部の大部分を支配。イスラム法廷連合は、首都モガディシュを掌握すると、ソマリア国家の再建を開始し、治安を安定化させていった。イスラム法廷連合のもと、ソマリアは統一されるのかな？ただイスラム法廷連合は、エチオピアとケニアの支援を受けている、ソマリア暫定連邦政府と敵対した。まあ多くのソマリア人にとってエチオピアは宿敵だし、そんな奴らの支援を受けている暫定政府なんて認められるはずなかったからね。ただイスラム主義の政治勢力だったこともあり、欧米諸国はこれを脅威に感じた。アメリカなんかは掲げていたテロとの戦いの中で、イスラム法廷連合の台頭を潜在的なテロリスクと考えたわけだね。そしてアメリカはエチオピア軍を支援し、ソマリアへの介入を行わせたんだ。これがアメリカ帝国主義ちゃんですか。なんやかんやイスラム法廷連合は国民人気もあったし、うまく統治できていたんだけどな。イスラム法廷連合が潰された後に一部の過激派は、アルカイダと連携してある、シャバブというイスラム過激派になっちゃったりしたし。今なお混乱が続く原因の一つに、エチオピア軍の介入があると。少なくともここ100年くらいでこれだけぶつかり合っているわけだ。いい印象を抱けという方が難しいだろう。で、近年のエチオピアという国自体も結構やらかしをしている。エチオピアは1994年以来連邦制を採用しており、異なる民族グループが10の地域を管理している。そして中央政府は、少数民族のティグライ人によるティグライ人民解放戦線をリーダーとする連立政権が支配してきた。この連立政権の下で30年近く安定を享受してきたが、人権や権威主義的な体制への不満が積もり、政府再編への動きへ繋がった。こうして2019年に中央集権化を掲げるアビー・アハメド首相が任命された。そしてこれまで連立政権を構成していた諸民族政党を合併し、繁栄党を結成した。しかしアビー首相はエチオピア最大の民族であるオロモ人出身であり、諸民族の政党を合併する動きは、他の民族、それも以前まで政権を担ってきた少数民族であるティグライ人にとっては政治的権利の剥奪に見えた。ってことで27年間エチオピアを指導してきたティグライ人民解放戦線は、この合併に参加せず、連邦政府と対立。2020年11月にはティグライ紛争が勃発した。以前も動画で解説してたわね。
ティグライ人民解放戦線はテロ組織に指定され、ティグライの通信手段は遮断され、国際的な支援も現地にアクセスできないようになっている。この紛争では各地で一般市民に対する諜報機的殺人が行われ、少なくとも1万人が死亡し、230人が虐殺された。またティグライの600万の人口のうち、200万人以上がふるさとを逃れ難民として国を離れることに。わえ？自国民相手にめっちゃすごいことするなぁ。さらに中央集権化を推し進めるために、アビー首相は連邦加盟州の州兵廃止を行おうとした。だがティグライ紛争にて大きな役割を果たした州兵を廃止しようとしたせいで、各州はこれに激怒。特にアムハラ州では緊急事態宣言が出され、ティグライ紛争では連邦軍と共に戦った民兵組織ファノが、紛争終結後半年も経たずに連邦軍と戦火を交えることに。なんだこの国はたまげたなぁ。こんな民族紛争だらけだから当然イメージも悪い。また宗教的要素もある。ソマリアの宗教は圧倒的にイスラム教が強い。対するエチオピアはキリスト教が多い。ソマリアは連邦のあり方や、政治運営について国内でまとまっておらず、ウジ族間でバラバラではあるものの、民族的にはソマリアの伝統を持ち、5つの言語を共有し、イスラム教を信仰している一つのソマリアでまとまれている。キリスト教のエチオピアと自分たちソマリア人とでは完全に違うという意識があるわけだ。宗教間の違いは、結構影響ありそうね。それに外交的にも近年はぶつかり合っているからな。エチオピアは1991年にエリトリアが独立してから、海に面さなくなってしまった。そのためジブチの港を借りて輸出入を行っているが、エチオピアは自分が自由に使える港を手に入れようとしている。そして2024年1月1日にエチオピアはソマリアから独立しようとしているソマリランドを将来国として承認する代わりに、港湾の土地を99年間借りようとし始めた。連邦内で揉めながらも一つのソマリアとしてやっていこうとしているソマリアからしたらこれは断じて認められない。ソマリアはソマリランドの分離独立を認めていないものね。ソマリアからしたら分断につけ込んできたように見えるわけだ。何よりもソマリ人の土地を、ソマリア、ガルビードを奪うに飽き足らず、さらなる拡張を計画しているエチオピア。ソマリアからしたら到底受け入れられる存在ではないだろう。畜生エチオピア許せねえ。このようにエチオピアとソマリアは今日に至るまで、幾度となく対立し、何世紀にもわたり戦争が続いてきている。ソマリア人にとって、エチオピアは土地を奪おうとする侵略者であり、憎しみや憎悪の対象となっている。ソマリア人はこうも言う。異なる文化を持つエチオピア人は、異なる民族が一緒になったようなもので、それはお互いを愛しているからではなく、ソマリア人のようなアフリカの角の他の民族を支配するためだからだ。立派な一族出身の真のソマリア人なら、たとえ喉が渇いて、死にそうになっても、エチオピア人を信用することはないだろう。ソマリア人の立場に立ってみると、エチオピア人をそこまで毛嫌いする理由もわからんでもないな。まあ一つの見方として知っておくといいかもな。ってことで今回はソマリア人がエチオピア人を嫌っている理由について解説してきたけどどうだったかな？いやー、嫌いになるのもしょうがないなと思ったわ。日中、日韓関係よりもなんかさらに地獄な感じなんだもんな。現在進行形で外交関係が悪化していっているからな。なんだかソマリアは失敗国家だとネタにされがちだが、エチオピアっていう拡張主義的な国が真横にあって、地理的にも重要だから外国の介入も受けて悲惨な目になってるわけだからな。そのことは忘れないでほしいな。じゃあ今回はこの辺で。次回の動画もまた見てくれよな。バイバイエチオピアー。